ボンゴ。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのボンゴという種類を通して、ちょっとボールパイソンというヘビがですね、どれだけ個体差の激しいヘビなのかっていうのをお話ししたいと思います。ちょっと一旦見てもらいましょう。こちら普通のクラウンで、こちら2匹がボンゴクラウン界のラスボス。こんなボンゴクラウン見たことないです。ボンゴってちょっと体が明るくなるかな、黄色明るくなるかなっていうのと、ちょっと柄が乱れるかなっていうぐらいの種類なんですよね。でボンゴクラウンになるとその傾向ちょっと出るっちゃ出るよね。乱れて、普通のやつより柄が乱れて、まあ色が明るいかなぐらいの、ね、ちょうどこの間お迎えいただきまして、こんな子だよみたいなのがいないんですが、わかんない子はねボンゴクラウンみたいな、ボンあはてなボンゴクラウンみたいな表記になったりするんですけど、この子たちは逆にボンゴハテナクラウン、そんなことあるっていうぐらい。ボールパイソンって同じ種類の遺伝子でももう全く違ったりするわけですよね。色の強さとか柄の強さが、ボンゴでも激しいボンゴもいればおとなしいボンゴもいるし、アザンティックの中でも激しく白と黒の子もいれば表現が柔らかい子もいるし、アルビノの中でもめっちゃ黄色バチバチの極彩色のアルビノもいれば薄い穏やかなアルビノもいるんです。うちのスタッフにもですね、大橋っていうモルフがいるんですけど、これ、ね、真っ黒だからね、あの人はね。一方僕はだいぶ白強めなので、もうなんかこの辺とかすごい雪女みたいっていう、こう個体差が人間にもありますけど、もうボールパイソンもね個体差めちゃめちゃ激しいんです。でこの個体差が優劣としてカウントされる場合と好みとしてカウントされる場合があるんですね。思いっきり強い表現になる方が人気が出るパターンもあるけれども、例えばクラウンとかでもこの子はちょっと乱れがちなんですが、僕はね乱れがちの方が人気がやや今は高いような気がしますけど、僕は落ち着いた表現の、規則正しく整った表現のクラウンが好きだったりします。なのでそれは人によって体があったりするんですが、とにかく大きな個体差のある生き物なので、ボンゴクラウンいますかとか、アザンクラウンいますかとか、アザンパンいますかとかお問い合わせいただくんですけど、皆さんもそのボールパイソンをお迎えされたいという時にいろんなところで売ってるかなみたいなのをリストで探されたりすると思うんですが、ぜひね写真で見て、できれば実物を見て、もう本当に唯一無二の表現と一期一会をしてもらえたら嬉しいなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの中のウーボンゴクラウンを通して、いかに個体差の大きいヘビなのかということをお話ししてもらいました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。